どうも滝川梨沙です。さあ今回はですね、先週に引き続き、シングルの振り返りパート3をやっていきたいと思います。で残すはシングル自体はわがままだけなんですけど、その間にですね、前回のノーサイド141の後に2018年の6月27日にですね、初めてのコンセプトミニアルバムの東京っていうアルバムをリリースしてるので、そちらの話も触れていきたいなと思います。なのでその東京のね、収録曲のナイトライトの話からしていこうかなと思うんですけど、でそもそもナイトライトっていうタイトルなんですけど、私がこう東京で暮らしてて、いつも目に入るのがこう夜のビル街のその点滅、赤い点滅なんですよ。その景色が見えるような曲を書きたいなと思って、この曲は書きました。でミュージックビデオがたくさんのねキャストさんに、女性の方に出演していただいたんですけど、なのでこうそれぞれの夜というか、年代も様々だし、生きてる形も様々な私たちの夜の過ごし方っていうので、最初に出てくるランドセル背負ってる女の子が、だ今もう2年経ってね、ちょっと大きくなってると思うんで、元気にしてるかなってすごい思いますよね。でその他にも女子高生役でね、携帯を落としちゃったりとかして、こう携帯に縛られてたところから落として、ほっと安心する、落としちゃったのに夫を何かにこう縛られたことから解き放たれて安心する表情だったりとか、で OL さん役の方は普段ねすごいこうきっちりね仕事をして、割となんか穏やかそうな、人でもすごいやっぱりストレスを抱えてたりとかして、それがああいう階段のところに出てタバコを吸う、こうギャップというか、でこう日々人々がこうすれ違いながら、で実際の交差点とかやっぱり東京すごい人が多いので、こう人がわーってこう通り過ぎていくところとかって、こうざっと、簡単に言うと雑踏だけど、そこには一人一人のストーリーがあるじゃないですか。でそういうところのこうすれ違っていくところだったりとかっていう、その一人一人の心の動きというか、でそれがこう全ての集合体になって、もう全てのそういう暮らしを作っているなと思うので、そういうところをテーマにした曲になっているので、聞いてもらいたいなと、見てもらいたいなと思います。続きまして東京ですね。こちらが、セルフプロデュースで私が初めて、監督しました。監督しましたっていうのもあれなんですけど、自分でこういう風にしたいっていうので撮影しました。で私がもう本当に幼少期過ごしてきた街並みを歩き回って自由な感じに過ごしてるっていうのが、で今までやっぱミュージックビデオで結構前の話にもありましたけど、スッてしてるので、でこの東京に関してこう初めて割ともう本当ラフな自分というか、で笑顔のシーンとかっていうのも自然に笑ってるようなところとかっていうのも今まで意外となかったので、でそういうこう自分のもう一個の一面をテーマに、撮ったんですけど、でこの東京って曲自体が割とちょっとカントリー調というかっていう感じのサウンド的にはこう懐かしいような感じでありながらも、こう東京を過ごしていく歌詞の中では葛藤みたいなことを描いているので、なんかそれがこううまいバランスで伝わればいいなと思って、これ撮影楽しかったですね。で最初と最後がこう電車でね、最初にこうトンネルを抜けるところからでまた入っていくっていうところで、なってるんですけど、その中でこう東京で暮らしてて、歌詞の中にもあるんですけど、地下鉄の話だったりとか、やっぱりこう電車がものすごく多く入り混じってることと、やっぱ人々の暮らし、さっきのナイトライトもそうなんですけどっていうところが、本当人間交差点っていう感じがこのアルバムの割とテーマでもあったりしたので、電車のシーンとかもあったりとか、結構その自分がこうやりたかった演出をいろいろ混ぜ込んで作ってみたので、これぜひね、四角い画面を私の普段こう覗き込んでいるような感じで見てもらえたらいいなと思います。さあじゃあ続きましてね、わがままの話をしていこうと思います。こちら2019年3月6日リリースで、ドメスティックな彼女、テレビアニメドメスティックな彼女のエンディングテーマをやらせてもらいました。でこれは本当にアニメにまさに
書き下ろした楽曲になってまして、でこの出てくるドメスティックな彼女 の3人の人間模様を描きながら書きました。でミュージックビデオでは初めてね、ドラムを叩きました。この曲の中にあるこうちょっとこう感情というか高ぶる気持ちみたいなのをドラムを叩くっていうところで表現しようかなと思ってドラムを叩いたんですけど、非常に新鮮だったんじゃないかなと思います。私も非常に新鮮でした。普段ギター持ってねやってるので、ギターを持たずして、でそれでドラムを叩くっていう撮影が結構楽しかったですね。ドラム叩くのってやっぱりこうちょっとストレス解消みたいになところもあるの でこのミュージックビデオの撮影の手法がですね、こう倍速になってる音源で撮影して、それをこう標準の速さにした時にちょっとこう間がこう動きがゆったり見えるというか、そういう方法で撮影したんですけど、でこれもねすごい難しいんですよね。倍速の曲がだからバーってこう曲が早くいってしまうので、その中でこう表情とか感情とか、動きとかを入れ込んだりして撮影するので、これもねすごい楽しかったです。なんでそこら辺のこう細かな表情の動きとかにも注目してもらいたいなと思いますけど、でこの部屋にいるシーンとかもちょっと珍しいっていうか、今までに私が意外となかったですよね。なんかやっぱり人ってなんだろうな、こう止まってる時こそ自分の内面はすごく動いてると思うんですよ。こう本質的に人間が動いてる時よりもこうじっと止まっている時の方が意外と中の感情は一番揺れ動いてたりするかなと、悩んでたりねする時にするかなと思うので、そこら辺がこうソファーで歌うシーンにも現れてるんじゃないかなと。なのでこの曲はすごく歌詞がまっすぐ届くようなミュージックビデオになったんじゃないかなと思います。でこちらのカップリング曲が、このねアニメにも使ってもらった Always っていう曲があるんですけど、ですごいあれは放送時もすごい緊張してたんですけど、皆さんがすごく感動してくれたみたいだったのですごい嬉しいなと思ってて、サビの歌詞にもある通り、こうほんの小さな希望を絶やさないで、愛せたら怖くないでしょうっていう歌詞があるんですけど、本当になんかこう 暗がりをね歩いていながらでもこう本当人はかすかな光に向かって歩いていくと思うんですけど、でそれがこうその状況がこう絶望ではなくて、このここだけをこう信じる気持ちというか、こうかすかな光だけでも大切に大切にすることで日々のこう小さな幸せを愛せるかみたいなところもテーマになってますし、なんかこう求めたらキリがないんだけど、その今ある小さなチャンスとか希望とかっていうのを大切にすることで開けていくんじゃないかなっていうふうに思いながら書いた楽曲で、わがままと対になってるので聴いてもらえたら嬉しいなと思います。はい、というわけでね、ババババババッと3週連続で話してきましたけど、どうでしたでしょうか。これをねこの話をトークがありながら、ミュージックビデオ見てもらうとまた違った風に見えるんじゃないかなと思うので、やっぱり私本当ミュージックビデオって好きなんですよね。はい、というわけでね、コメントなどもぜひいつも見てます。ありがとうございます。じゃあまた来週お会いしたいと思います。